ゴルディアスの結び目は小松左京の短編 SF 小説。野生時代1976年1月号に初掲載された。1978年の第9回星雲賞受賞作品、及び表題作とする短編集。タイトルは偶話として知られたゴルディアスの結び目から、裕福な家庭の子女だったマリア・ケイは遊び人の男に騙され、麻薬中毒にされ、 売春行為をさせられた。それでもその男に恋していたマリア・ケイは耐え、林間同然の行為も男のために受け入れたが、男がマリア・ケイを捨てて別の女の下へと走ろうとした際に、ついに暴発した。男を殺害し、心臓をむさぼり食っていたマリア・ケイは保護されることになった。治療の名目でマリア・ケイは、ある精神病院のコンテナ状に隔絶された部屋に、 拘束され、遊兵されていた。日本人の精神分析医、伊藤浩二が病院に招兵され、マリア K の治療のために精神を探る機器を接続し、マリア K の心を調べようとする。しかし、マリア K は拘束されたままベッドごとサイコキネシスで浮遊し、アポートで密室に岩を出現させるのだった。病院に資金援助する財団と院長は超心理学を、 実用化させようと定期的に超能力による暴走を行うマリア系を重宝していた。伊藤に期待されていたのは治療ではなくエネルギー保存の法則を無視したような超能力によるエネルギーの源の調査だったのだ。心的外傷を癒さないよう、院長はマリア系を強姦すらしていた。すべてに絶望したマリア系はブラックホールを生み出してしまい、部屋の周囲を巻き込みながら、 ブラックホールに飲まれていった。いつしかマリア・ケイを愛していた伊藤も一緒に自称の地平面を目指していった。院長をはじめたの関係者は死亡し、解きほぐすことのできない結び目のような部屋だった小さな球体が残るだけだった。書室はすべて野生時代。小松自身の後書きによれば、本作は小松が南極旅行をした際に感じたことを記した個人的な旅であり、 三崎にて、が、出発、ゴルディアスの結び目が、渦、スペルム、サピエンスの冒険が、ナンパ、アナログ、ラウが、孤島にそれぞれ関する、ほんの一行ずつの目元のことである。また、春木文庫版では、ゴルディアス四部作と名打たれている。ありがとうございます。